始まってます。始まってる、はい、さあ始まりました。はい、ウィッチとデクチョーの口は災いと金の元。金の元金持ってるだろ、金出せ。さあ、この番組はですね、全番組の予算が8万円でございました。お、はい、その8万円を塾長と僕のギャラ、4万円4万円と分けて、うん、出演者の方にはノーギャラで来ていただいております。はい、で、今からいろいろなテーマに沿ってお話をしていただいて、うん、面白かったら面白かったごとにこちらの、今回からボードにしました。ボードね、ボードに、我々がボードにこうキュッキュッと正の字を書いていきます。お、はい、1本1000円で番組終了時に買い取らせていただきます。はい、本当に面白いと思った時にはツッコミとかなんか変なことだけでも棒が増える可能性があるっていう。で、まあ、前回の放送でうっかり我々、2人ともギャラ割れしたそうで、ギャラ割れ、ギャラ割れ、何やってんだっていう、ね、いくら出したんですか。だから4万円以上全部出したの。した俺前回俺だけ没収されたんですけどね、あれひどかった、ね、あれひどかったな。あんたらだよ。そっか、でこれ何なのこれ。一応ちょっと軽く突っ込んどいた方がいいのかなと思って。何なのこれは。これはもう横浜ベイスターズ。違う違う、何これ、何なのこれ。これがですね、うん、コンビニでやってた9時一番くじというやつの B 賞で、ツイッターで当たらない当たらないって騒いでたら、うん、ファンの方がホールに会いに来て、うん、持ってきてくれた T シャツ。これはで、これがですね、全部説明してちょっと、これスプラトゥーンの、スプラトゥーンね。でこれがですね、スプラトゥーン甲子園というスプラトゥーンね企画の、うんうん、全国大会の東北大会、はいはいはい、の東北大会ユニフォームを、うん、まあ、欲しいとは一言も言ってないんですが、うん、なぜか、ファンの方が持ってきてくれて今のところもらい物もらい物 ね、うん、で、こちらがですね、小野田君が、うん、UFO キャッチャーでゲットしたという、うんうん、スプラトゥーンのタオル、のイカタオル、頭どうなってるんだっけ、イカみたいになってるんだっけ、これ頭ですか。しかもそれ、俺息子さんにって言ってあげた。何その戦国武将みたいな頭だけ。これをかぶるとイカに変身できるという素敵なアイテム。じゃあ今現時点で上半身に関して言うと、やってみますか。俺はいいです。俺はいいですか。 あなたがやるのね。やってくれ。何それ、なってるんだ。土下座、焼き土下座。何なの今、見えなかったでしょ。見える、何やったの。イカ旋風。何それ。あれをやると見えなくなるから。見えなかったでしょ今。いや、見えたよ。見えたよな、みんなな。しまった、地面を塗るの忘れてました。ってことは今日上半身、今のところメガネ以外もらえもんな。スプラトゥーンボケいいよ。笑ってんの約3名ぐらい。3名ぐらい、ほんと今日はそういう回になりそうな予感ですけど、早速ゲスト。さあ、今回も新たなメンバーをお招きしての、トークとなっております。はい、メンバーの紹介の方、していきたいと思います。はい、では、はい、お願いします。画面右下からですかね。あ、右の奥から右奥、はい、そのまんま宮崎くん、はい、パチロー必勝前の編集部から来てくれました。はい、フリーね、フリーの編集、フリーです。はい、主にダイナモ使いでございます。なんすかそれ。ダイナモ使いって、ダイナモ、ダイナム、ダイナムみたいな感じ。ダイナムではないです。ダイナム、でっかいなんかグループなんです。グループではないです。よくわからねえよ。なんだろう、そのスプラ。ダイナモ使いの宮崎。そうそう。はい、宮ちゃんね。そのまま宮崎君。はい。よろしくお願いします。はい。名前だけでも覚えて帰ってください。はい。さあ、そして右の手前に来まして、おなじみ、オモダミン C でーす。あ、もし。メインは何ですか。寿司は最近は持ってかれました。あ、そうか、はい、持ってかれた。どういうこと。とある人に持ってかれて、今家にスイッチないんです。でメインは何なんですか。寿司コラですかね。あ、寿司コラだそうです。はい、
全然わかんない。フランス語話してんの？寿司コラスコ。じゃあこれも前半と後半に分けましょうよ、はい、もう。そのスプラトゥーンの回と。全然わかんないし。イカが乗っ取る回という。四人いるからねイカね。さあそして、はい右の真ん中の奥に参りましょう。さあ、はい、知ってる人は知ってる。うん。イカの神様でございます。プロ。ゲームのプロ。ゲームのプロ。西澤学園でーす。はい、よろしくお願いします。はい。はい。リバレントという、チームに所属しますプロゲーマーの西澤です。よろしくお願いします。すごいね。プロゲーマーで食っていけんの？まあ、まあ、いろんな形があるんですけど、うん、まあ一応お金にはなりました。あ、なるんだ。はい、ゲーム。はい、配信だとか、大会の賞金で。生活している方もいますし、もともとゲームが、ゲームというか、まあ、主にスプラトゥーンですけど、その、うまくて、で、まあ、配信を見てる人たちがこう、どんどん増えていく、そうすると、誰だこいつみたいな注目度が高まって、で、とある、まあ、会社がね、スカウトという形で、すげえ。で、まあ、ゲームで西澤学園という名前でやってるんですけども、なんかお笑いもちょっとかじって、あれそうですね、昔やってましたね。はい、はい、ワイ。あの声の張り方でもお笑いやってる人の声の張り方だよね。はい。うん、T シャツもあれはスプラトゥーンだなと思って、はい、よーく読んだら水族館。なんだよ。残念ながらスプラトゥーンです。はい。スプラトゥーンにもう一個重ねたボケするのやめろよ。最低行くなトントン。タオルもセガよ。あ、いたのか。セガのゲームやってないですけども、まあ僕セガ好きなんでいつも巻いてます。バイオハザード。バイオハザードカプコンです。すいません。それしかやらない。本当すごい人なの。こいつでもあれでしょ、すするくんみたいな感じでしょ。 YouTuber。 あ、まあ同じようなもんですね。ほら、はい、すごい人じゃん。誰すする、ラーメンすすってる。あ、いや知ってるよね、はい、有名な YouTuber、はい、そうなんだ。こいつでも今でこそなんかそんな言ってますけど、2年前まで俺の乗り打ち軍団のメンバーで。パチ。さすがね、ゲームうまいだけあって、うん、パチンコの腕も相当。あ、うまいんだ。寸分たがわぬ止め打ちができるんです。ちょっとまだ紹介してないんで黙って。うん、黙って。前回の分も取り返したいんですよ。あ、なるほどね。あ、すごい。じゃあ西澤さん。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そして、真ん中の前に行きましょう、はい。前回ご出演いただいた時にですね、うん、ちょっと失礼ながら、うん、異常なほどの高評価で、うん、いや、ほら、淡々とした語り口調だから、うん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 、みんながギャッハッハッってこう大盛り上がりするような内容ではなかったんですけども、うんうんうん、やっぱ興味をそそるという意味で非常にレベルの高いトークを、うん、トークを、そう、テニス、テニス、それ違う番組だから、ね、あのね、そう、昔テニスがすごい上手くて、上手くてね、で、その話をずっとしてたんですよ。そうだよ。それで気づいちゃったんだけど、うん、テニスって言えないテヌス、うん、あ、愛媛の名前なんだよね。はい、愛媛の方言、愛媛の、いや方言じゃないです。滑舌の悪そうです。あ、そう、はい、テニスですね、はい、あ、ギリギリです。ギリギリですね。今日もギリギリですね。じゃあ今日はペヌス、今日はペヌス得意の方の手で、あ、手の方ね、はい、ありがとうございます。今日もいろんな業界の裏話をお願いします。はい、はいはい、ます。健三君でございます。さあ、そして、左の奥に参ります。お待たせしました、もうレギュラーでございますね。ありがとうございます。サンミュージックにも見事復帰されて。そうですね。おー、復帰と、一番下の位から復帰ということでございましてですね、なんかハゲてるからしょうがないっていう。いや、ハゲをそんな言います。最近でも結構生えてきたんですよ。だから、え、なんでなんかね、マッサージをよくするようになって、お風呂の中で1時間顔面つけて頭揉むっていうのをやってまして。あ、大丈夫、紙パンツ履くのマッサージでしょ。紙パンツ履くマッサージ。もうすごい、結構だからもう綺麗なんですよ俺。やっぱね、ハゲ枠一人俺も欲しいよ。薄毛枠としては。そろそろ武道さんあたりに出動してほしいなっていう。もうね、うん、取ろうとしてるタイミングで喋りかける。取りに来たね。何回も今じゃねえ。ごめんね、ごめんね。ごめんね、すみません。ここ来た時ね、ペロッと、ペロッと。僕、だから鳴らすか。